ライトサイジングコンセプトとはエンジンの排気量、気筒数を自動車の車格に対して適切な数字にし燃費向上を目指す考え方である。2000年代後半以降から自動車業界を石鹸し続けたダウンサイジングコンセプトに対するアンチテーゼとして生まれた概念である。このためアップサイジングコンセプトに近い概念として扱われることが多い。 ダウンサイジングコンセプトにより開発されたターボエンジンは低負荷域で同等出力の自然吸気エンジンよりも優れた燃費性能を示す一方で高負回気では燃費を良くしづらい傾向にある誕生当時は真新しかったダウンサイジングという発想の優秀性に加え従来の燃費計測方法ではメリットが大きかったためこの弱点は問題視されなかったが高負回気を多用する 燃費計測方法の WLTP が導入されるようになってからは、表だって指摘されるようになってきた。このためむやみやたらと排気量を小さくする従来のトレンドから脱却しようという動きがあり、アウディフォルクスワーゲンなどが先代よりも排気量を拡大したターボエンジンを搭載するようになっている。また、自然吸気エンジンでも、マツダ・マズダニやトヨタ・ヤリスなどが、 JC08 モードから WLTC モードへの切り替えに合わせ、実用域での燃費を重視して、非スポーツグレードにおいても1.3リットル1.5リットルへと排気量を拡大している。ありがとうございます。